はい、今朝の補足ですが、アピアランスをグラフィックスタイルに保存して、それをまたイラストレーターを再起動したときに読み込めませんかという質問がありました。その質問にお答えしたいと思います。はい。では、今朝作ったアピアランスがこのアピアランスでしたよね。で、こいつをですね、保存するときは、グラフィックスタイルパネルにドロップすると保存できます。ここまでは大丈夫だと思うんですけど、このグラフィックスタイルパネルに登録したこのアピアランスを、イラストレーターを再起動したときに、どういうふうにして読み込むかということだと思います。それを今から説明します。それをですね、ここの、今登録されたグラフィックスタイル、これを保存します。保存の仕方は、グラフィックスタイルパネルの右上にあるオプションボタンをクリックし、そこからグラフィックスタイルライブラリを保存。で、そのグラフィックスタイルの名前をつけてくださいと出るので、適当な名前をつけます。保存先はグラフィックスタイルというフォルダーに保存されます。そして保存。これで、一旦保存されました。では試しにイラストレーターを終了します。イラストレーターを再起動します。ドキュメントを開きます。で、ここでですね、そのまま立ち上げただけではグラフィックスタイル、先ほど保存したグラフィックスタイルは読み込まれません。先ほど保存したグラフィックスタイルを読み込むには、グラフィックスタイルパネルの右上のオプションボタンをクリックし、グラフィックスタイルライブラリを開く。ここをクリックしてください。そこからユーザー定義。で、先ほど保存した AAA というアピアランスが、ここから呼び出すことができます。はい。選択すると、先ほど保存したアピアランスが、ここに読み込まれました。はい。これを選択して、ペンツールで、こんな感じで描画すると、先ほどね、保存したアピアランスをそのまま使えます。はい。アピアランスを保存するときは、グラフィックスタイルのオプションボタン。そこから、グラフィックスタイルライブラリを保存としてください。で、再起動したときは、グラフィックスタイルライブラリを開く。そこからユーザー定義と、入っていき、先ほど保存したものを選択します。はい。では、アピアランスの、再呼び出しのやり方でした。